さあやってまいりました日本の空港に到着をしてから絶対に避けたいお話入国連は。 長蛇の列ということでね、こちらへの対策も含めてやっていきますけども、水際ルールもほぼ撤廃に近い状態がね、えー、ま実現されまして、インバウンド渡航者が昨年と比較をして激増の2023年、皆さんね、いかがお過ごしでしょうかということで、ゴールデンウィークは間近ですし、夏休みに向けてもね、心配になってくる今日のお話、まず結論から参りましょう。外国パスポートの方がね、えー、入国例に並んだ時にもう長蛇の列だということで、えー、ま外国人ご家族 だとか友人、えー、お友達とね一緒に渡航される方特に空港からのご移動スケジュールは余裕を持たれる必要がね出てきたんじゃないかということでこれもう少しね噛み砕いた結論を先に申し上げますけども空港で一泊するプランなんかもですね最悪のシナリオとして持っておかざるを得ないということに加えまして外国籍の家族と同伴する日本人の方ですね入国連を一緒に通過ができる可能性について、えー、今日はね深掘りをしていくと、えー、その中でも小さな おお子ささんだととととかお年寄り体がが不自由なな方方ののねねれるよよいいいいう方は優先レーンの存在につてても抑えていきたいところですよ、ねえー、そして、えー、実はこの短期渡航者が自動ゲートを通過できるこの外国籍の方に向けてね、こういった仕組みも TTP ということで、これ TPP じゃないんですよ。あの、環太平洋パートナーシップのことじゃないんですけども、あの、TTP という、まあ、トラスティートトラベラープログラム、こちらについてもあまり知られていなかったりするんでしょうかね。もうやっていきます。 えそして最後は、実は日本人にも影響が生じていたということでね、今日のお話というのは、外国籍の方であったり、まあご家族、友人とですね、外国籍の方と一緒に渡航する方に向けたものではあるんだけども、そうじゃない人もですね、あの日本の実態が知れる、まあそれに加えて日本人にも影響がね、どのように出ているのか、動画の最後の方で、えこのね、実態を知ることができますのでやっていきましょう。それではまず本題に入っていくんですけど、まずは ではですね、日本政府の一時情報に基づきながら、えー、今回出したね、こちらの結論の深掘りをやっていく。まあ、こういう流れでね、行きましょう。まずは日本政府の一時情報ということで、えー、まず参考にするのが、法務省さんの、えー、出入国在留管理庁のね、えー、この入国審査手続きに関しての定義。これがね、もう本家、本元、大元の、えー、一時情報になりますので、これに従ってですね、今日の、えー、ケース、えー、事例をですね、皆さんの深掘りをしていく。まあ こんな流れでございます、えー入えー、出入国の管理ということで定められているですね業務がこんな感じで皆さんの入国審査が行われているということなんですね入国審査官は、えー、空港だとかあとまあ、海のね、えー 港においたとしてもですね、日本に入国をしようとする外国人の所持する旅券及び査証が有効であること、我が国において行おうとする活動が虚偽のものではなくて入管法に掲げるですね、在留資格に該当をして一定の在留資格については、えー、省令に定めるですね、基準に適合していること、上陸拒否理由に該当し,しないことなど、えー、ですね、えー、上陸のための条件に適合しているかどうかの審査を行い、これでは条件に 適合すすするとと認められたたに上陸を許可しますとちょっっ長かったんですけどもこちらがですね、外国籍の方を日本に入れると、入国をね、許可する中で、こういった観点でチェックをするのが、そもそもの、いわゆる入管と呼ばれるですね、この入国ゲートで実施されていることなわけなんです。一方、日本人の方が帰国をするよというとね、これ相当ではないんですよ。全然ね、この、 え、チェックの観点が違うということで、位置づけとしてはこんな感じですね。日本人の出国、そして帰国に関しても、入国審査官がその事実の確認を行っていますということなので、審査を行うということではないというのは、まあ、これ一つポイントですよね。日本人が自国に帰ってくるにあたっては、事実、その事実を確認するだけであって、審査をしているという立て付けではないということは、一つですね、まあ、興味深いことなんですけども、この中で、外国籍の方のレギュレーションが ですね、あのいくつかのパターンに振り分けられますのでこれまた同じく出入国在留管理庁さんのおこの外国籍の方向けのですねサイトを見ていきますけども基本的にはねこの外国人入国記録の提出がですねこれ求められるんだということが書かれているわけですがこれの対象者を見ると新規入国する外国人とありますので大きくはですね に分かれるわけです新規入国をする方とそうでない方そうでない方というのは再入国まあみなし再入国含むということですけどもこういった方はですね新規入国ではないということで入国記録の提出は必要としないというですねこのパターンに分かれてくるわけなんですよね。 えー、従いまして、この短期滞在ビザを取得して日本に入るよと、もしくはそれに相当する、えー、ノービザで日本に渡航をするよという方に関しては、こちらの新規入国する外国人ということになるでしょうから、えー、そ、それはすなわちですね、外国人入国記録の提出が必要だと。で、これ最近は、これがですね、紙だったやつが、えー、ビジットジャパンウェブのね、電子媒体に置き換わっているんだ、なんてことが、あの、対応として進んでいますからね、こちら、 が必要なななわけけんでですけどもそうでない方再入国の位置づけとなる要は在留資格をもう持っていてですね長期に日本に滞在するよという方に関しては日本人同様ですね自動ゲートと、まあ、あのほぼそれに類似した扱いとして入国手続きが行われると、まあ、こういうね前提条件を押さえつつ今日の本題、えー、各事例に入っていくわけですけどもやっていきましょうまずですね空港で1泊する,す,るするプランも最悪のシナリオとして なぜこれを持っておかなければならないのか。それはですね、とんでもなく長い長蛇の列がですね、空港の中でできているからだというご報告、皆さんからいただいております。こちらは4月の2日のライブ配信の中で、えー、いただいたコメントですね。ジャックのバーバさんからいただきました。一昨日、成田に米国から入国をした娘の、えー、これお友達の方かな、4時間入国審査の列に並んだそうです。中にはお年寄り、えー、お年寄りや妊婦さん さんもいててみんんなで励まし合って並んだあそうです信じられない事態ということでねこういう方がお一人ではないようでしてマスク女優さんですね。 4月の9日ライブ配信の際にいただきました。先週金曜日、早朝に羽田空港へロスから到着をしたのですが、外国人電話、激混み時の万国並みだったということで、日本人ブースは、まあ、なんと私だけだった。えー、日本人の内弁家ぶりは、あ動画、あね、この本、えー、チャンネルのですね、視聴者さんからは考えられないですね。まあ、要は、柔軟なですね、対応がなかなか外国人電話の方までは行き届いていないということがですね、この他のコメント コメントでも多数お寄せいいいただいてるということなんですよねこの、まあ、小1時間だったらまだしもね、えー、3時間4時間だとか並ぶってうとちょっとこれはあの通常状態とは言いづらいかと思われます、えー、こちらですねあの有名 YouTube チャンネルね運営されているスーツ氏がですね、えー、ツイートされていた内容も興味深かったんでねこれは4月の3日割と最近のツイートですけども、えー、紹介をさせてもらいます。本日18時頃羽田区 空港に到着をして、入国審査に進むと、これまでとはまるで異なる長蛇の列となっていました。外国人の友人入国連がけえー、決壊していて、その行列がですね。最終的には中期上まで続くという。これ、とんでもないお話、もう見ただけでさ、さあのー、34時間待ちとかありえそうですよね、えー、鉄道に例えると自動改札が混みすぎて列車を降りた。ホームの時点で改札への行列に並ぶ感じですという。とまあ、とんでもないお話がですね。ええー。 最近これはね、時と場合によるので、全然問題なかったよという、えー、方がいる一方で、万が一遭遇してしまったらね、できる限りこの事態は避けたいということですよね。えー、従いまして、この次のお話に進みましょう。 外国籍の方、特に、そのご家族とね、同伴する日本人の方なんかもね、対象になりますけども、入国連を一緒に通過できる可能性が、これね、空港によって対応が違うということなので、こんがらがっちゃうんですけども、えいくつかですね、現場からの情報が入っております。まずは、CR さんからいただいたコメントです。アメリカ国籍の夫と一緒にですね、5月にアメリカから羽田空港に到着予定なんですが、一緒に入国できるのかどうか不安です。え、いろいろと調べても、 欲しい情報がなかななかか出てこいいといやこの辺りね本当に公式に何ていうの、あのー、情報がないですし報道もされませんしね、まあ、現場情報が頼りなんだけどもそれ自体も空港によってなんだか知らないけどこれ対応がバラバラなんじゃないかね,ねこういったことなんですけどもコメントがこう続きます。えー SN MRSN ささん、えー、さんかなあからいただきました。こればっかりは聞いた係員によるところが大きいです。すんな,、えー、すんなり一緒でいいですよという人と外国籍はあちらへという人、二通りが存在するようなんですね。私はいつも夫婦二人で 夫がね、旦那さんが外国籍の方なんですけどもえ、6対4ぐらいの割合です。6が一緒でいいですよ、えということでえ。これは面白い気づきなんですが、子供が行って外国籍の方があ、えー、抱えていたりするとかですね。 お子さんをですね、こう抱っこしながら入国連に進んだりするとほぼ100%一緒でいいですよになる感じです。日本国籍の方が抱いていると外国籍の方はあちらへと言われる人がいるので、<laughs> まあこれどっちがね、抱っこしているかによるなんてですね、ちょっと興味深い体験談をいただきました。お次の方、ちえさんからですね、昨日4月の6日、米国から米国籍の主人と成田に入りました。旦那さんとのところだったんですね。私はスタンプが欲しく 日本人の小さなお子さん連れの家族米国籍の米国籍と日本国籍の家族スタンプが必要な日本国籍の人とえ見受けられる人たちの並ぶ優先レーンに、えー、この旦那さんとね一緒に並ばれたということなんです結局あっさり通り抜けることができました、えー、海外パスポートのレーンは噂通り激込みをしておりましたということでねあだからまあこれは外国籍の方と一緒に並べる、まあ、優先レーンなるもの ものがですね、え成田空港に存在していた直近の事例でございました。チオエヌさんからの情報です。外国人の入国ですが、今年の 2, 2月3月に日本に一時帰国をした時、成田の第一ターミナルです。私とキッズ2人は日本のパスポートで、そしてアメリカ人の旦那さんだけですかね、外国人用レーンに並んで入国だとすごく時間がかかるんじゃないかと思いまして、係の方に家族なんですが一緒に入国ができますかと聞いたら、 あ即いいですよと言われえ一緒に入国をしたのでとてもスムーズでした夫はパスポート確認と指紋を取られただけで終了でしたさすがに夫だけねえ旦那さんだけなら4時間並んで私たちもその間待ってるのは、まあ、勘弁してほしいと、まあ、こういうことでございますジャパニーズオレンジ、えー、オレゴン、えー、オレゴン にアんさんからですね。えー、の情報もちょっとお読みしていきますけども、えー、羽田空港から4月の3日に入国をしました。同伴家族の青色画面を見せようとしたら1秒も待ってくれず、長蛇の赤色のラインに並ばされました。納得がいかず、4人の係員に次々声をかけてようやく画面を見てもらい、青色のラインを通過ができました。その後、外国人の審査の長い列へ、同伴家族は日本人なので、そこでも係員に声をかけて短い列にあ 案内されました聞いてみるものですということでね。まあ、そこにその案内している係員の方が、まあ、ほぼ確実に日本の空港の場合いますからね。え、ここで、え、家族一緒にですね、並べますかということ。まあ、日本国籍の方が一緒であれば、それ一言ね、声掛けするのはやってみてもね、いいのかもしれません。ただ、これがね、空港によって対応が、 異なるのかですよね。ここが気になるところなので、次のお話にね、続いていきましょう。えー、ゆうかゆうさんよりですね、えー、いただいたコメントにちょっとレスが続いております。外国人配偶者は日本人の入管ブースで、まあ、対応できますでしょうかということで、またプーさんよりレスがありました。優先例があるので、そちらを案内されるはずです。外国人配偶者でも外国人は指紋と 顔写真を撮らないと入国ができませんから、これはね、うん、あの、それ、その機材がある優先例になるところに一緒にですね、まあ並んでいくということになるんでしょうかね。えー、KTZ さんからのコメント。4月の3日夜にマニラ経由で関空入りをしました。外国人入国例は長蛇の列です。一方の入国、日本の 日本人用の入国レーンはガラガラです。自分は、あ自分、まあ、日本人のね、えー、KTZ さんはですね、外国籍の家族と一緒だったので、案内係の人曰く、外国籍の方で自分で一卒の取れるぐらいの年齢の人であれば、外国人用のレーンに並んでくださいとのことです。少し食い下がるように相談をしたら、ではですね、こう日本人用のレーンにダメ元で家族全員並んでみたらどうでしょうかと。入国審査官に窓口で ダメって言われたたたららら、まあ、家族別々並び直ししにななるんんだけどもそしたらどももそううでですすかとアドバイスをねもらえたようなんですよ一番小さい子供が外国籍ね、子供さんだったようですけども、すでに15歳で、上の子が19歳でしたが、結局日本人用レーンで家族全員分を対応してもらえて、数分で終わりました。関空の日本人4レーンのー友人ブースにもカメラとですね、指紋のスキャナーがあったという関空の情報なんですよ。これがね、空港によって違う のかどうかが興味深いところですけども M チェンさんよりいただいたコメントです成田空港と羽田空港は日本国籍の方用の入管友人ブースは指紋や顔写真を撮る機会がないようなので基本的に外国籍の方は通れないようですその場合相談をすると優先レーへ誘導するにはまあしてくれるんだけども私の経験では成田空港では優先レ利用可能なのですが羽田では別々に並ぶか外国籍のレ に一緒にに並ぶように促されました空港によって外国籍の伴侶と一緒に入管を通れるかどうかの判断が異なるみたいですよということで、まあ、もしくはねスタッフさんの判断次第なのかもねということで興味深いね、えーえー、コメントいただきましたけども、まあ、ここまでのお話をですね一、えー 一旦あ、ちょっとまとめをね、えー、整理をしていきたいわけですけども、外国人でも新規入国と再入国で扱いが異なるよというね、えー、出入国在留管理庁法務省さんの情報、えー、頭の方でですね、皆さんとチェックをしましたが、あこの長蛇の列になりがちなね、この現場というのが、いわゆるこの新規入国の外国人入国記録を提出がね、必要あるような、こちらのレーンがどうしてもこの自動化ができていないという中でですね、あの、際がって、 で問題にに、まあ、に遭遭遇遇すすするる長の列とということにななわけなんですよねじゃあですね、これらを対処する何かしらの策っていうのが日本人、えー、日本政府はね、用意していないのかと。もう消しかなんじゃないかと。まあこういう話になるわけですけども、えー、こちらの対応としてですね、一つ情報があります。TTP、トラスティットトラベラープログラムのお話に <laughs> 入っていきますけども、えー、こちらですね。 え、これも法務省さんの一時情報ということでいいのかな日本を訪れる外国人の方へということで、2020年の3月にですね、この対象が拡大をしていたりということで、徐々にですね、実は新規入国の外国籍の方であっても、自動化ゲートを通ることができるんだという、なかなかこれでもご存知の方、あんまいないんじゃないかな僕のね、あの、チャンネルのコメントにもなかなかないんですけども、このね、観光だとか、知人、親族訪問だとかのね、短期滞在、 でもえー、この自動ゲートを利用した、えー、円滑な出入国手続きを提供するための制度が実は存在してるんですよね。皆さん、あの、ご存知でしたこの TTP ですよ。TPP じゃないよ。あの、環太平洋パートナーシップのことじゃないんですけども、えー、TTP トラスティットトラベラープログラムのね、えー、ということでやっていきます。これ、ね、ざっくり言うと、えー、こういう条件に合致される方に関してはあいや、あの、用意しておいても損はないかと思います。えー、これはね、えー、ビザ免除の パスポートをですね、殺傷免除のパスポートを所持していてですね、かつ商用目的、観光、親族訪問目的で短期滞在を、に日本での、ね、短期滞在を予定している方であったりだとか、あとはあ過去に強制退去ですとか、あこういったね問題がないよと、まあ、あの罰金以上の刑に科せられたことないよと、まあ、こういったですね、えー、条件、共通条件があるわけなんですけども、えー、この中で1から4のいずれかに該当される方、ビジネスマン、えー、このね、 えー、商業目的の方あ、あとは観光客の方、家族訪問だとか、えー、このあたりのですね、えー、方を対象にして、えー、この TTP カードが配られるのかな。これをね、ゲットしておけば、ノービザで渡航を日本に越後された方が、えー、長蛇の列に並ばずにですね、自動ヘイトでそのまま、だから、 再入国をする外国人と同じような、ああ、レギュレーションで、えー、入管を通過できるっていうね、えー、入国審査が通過できるとまあこういうことだと思いますのでね、またあの、これ使ってるよという方いたら、ぜひコメントいただければと思うんですけども、えー、登録、えー、利用登録の流れはこんな感じのようです。大きいのは4つのステップかな。えー、まずはオンラインで、えー、申請をする。一時審査がこの時行われるらしいんですけども、これウェブでできるっていうことですからね、こうやっておいて、一旦はあ短期滞在で、 入国をするこの時は、友人レーンで並ばないといけないんでしょう。一旦は入国をして、この後にですね、空港の指定施設で指紋と顔写真を登録して、この TTP カードが交付される二次審査があるようなんですよね。多分これはご本人があの出向いてね、この空港の中であの指定箇所っていうのが一応あの公開されていましたから、ここでカードを発行してもらうという流れになるんでしょうね。これをやっておくと、2回目以降からのですね、入国は自動化 ゲートが利用できるというこれ、ノービザで渡航されても利用ができるという案内になっていましたので、これ発行からですね、3年間有効、日本にちょこちょことね、渡航を予定しているよというね、短期滞在の資格でね、ノービザだとかも含めて渡航を予定しているよという方については、これね、検討してみても、あのー、まあ、損はないんじゃないかということでご紹介をね、させてもらいました。TTP での自動ゲートというね、お話を噛ませてもらいまして、はい、最後には、実は、このね、 長蛇の列問題が、まあ、外国人を対象にしてですね、あの、けしからんという状態ではあるんですけども、空港で起こっていた。これ実はね、日本人にも影響がね、生じていたというお話、行きましょう。まずは、ギータくんさんからですね、先日のライブでいただいたものなんですよ。え、この外国人入国審査が、 あのね、行列になるによって、えー、どうなっているのか。羽田空港での動きですが、外国人の方が外、外、えー、入国審査で引っかかっているので、ベルトコンベヤから出てきた荷物が引き取られずに、コンベヤに溜まった状態になっちゃったのかな。空きがなくなり、荷物が渋滞になってしまったと。2月の頭には1時間。えー、今回、4月の7日の19時半過ぎには、40分荷物待ちをし、えー、されたということなんですね。従いまして、あの 入国審査をね、通過できない人たちが大量にいるという中で、荷物だけがスタックするっていうのは、これ想定される事象ですよね。もちろんその中には日本人向けの荷物も全部折り混ざってますから、それも含めて止まってしまうというね、えー、ことが起こり得る。えー、こういった影響が出るようです。あともう一つ行きましょうか。これはね、渡航される本人ではないんですけども、よくこのね、ケースありますよね。えー、このパートナーの方であったりだとか、家族、友人がね、日本へ渡航される こうしたにに迎えに行かななくちゃいけないけよこれらに該当する方もストレスがかかってくるという話、ヒロ・ケイさんからいただきました、久々のえまあライブご参加をいただきましてねいただいたコメントなんですけども、12日に台湾から嫁さんが来日しますが、相変わらず入国審査に時間がかかるのだろうか、成田に迎えに行く予定です、ちなみに奥さんは台湾籍というねことなんですけども。 いや、こういう方ね、たくさんいるんじゃないですかこの到着ゲートでの待ちぼうけ問題。到着、ね、この着陸した後にネットにさえね、接続してくれないというケースもありますから、特に日本入国あまり慣れていない外国籍のねえ方のパートナー、ご家族だとかだと、ネットにつないでね、ついたよなんていうことのやり取りさえで,ですね、できないなんてこともえあり得ます。で、さらには、この、 おうね、迎えに行く時間をね、いつにしようかって話なんですけども、飛行機っていうのはさ、なかなかこの気流によってね、到着する時間も様々ですから、早く着き過ぎてしまうというケースもあるわけですよね。予定到着時刻から早く着陸することだって十分にあり得るということで、えー、ある程度ですね、まあ、こっち、えー、迎えに行く側がね、まあ、2、3時間はかかるのかなと思いながら、えー、遅れて空港に行ってしまうとね、まあ、思いのほかスムーズに流れてて、この到着からね、まあ、正午1時間でね、小う1時間で出て,出てきちゃったなんていうケースもあり得ますから、 から、えー、このね奥さんまあ、旦那さんだとかをね特に迎えに行かれる方その時に到着ゲートにいてくれないともうねこれ大変なことに発展するケースもなくはないのでお気をつけということでございますまあこれの対策としては着陸をしたらネットに接続して、ね、一言メッセージちょうだいねとあらかじめ言っておくのがベタなのかもしれません、えー、ということで今日のお話をま、えー、改めてですねまとめてまいりましょう こんな感じですね。特に外国籍の方、そしてその外国籍のお友達だとか、ご家族だとかと同行して一緒に渡航される方々についてはですね、空港で一泊する、する、えー、するプランも最悪のシナリオとして持っておいた方がいいのかもしれません。何時間もね、今現在並ぶというご報告が多数入っておりますし、これからゴールデンウィークだとか夏休みのね、期間に入っていくと同じような問題が出てきかねないという話ですね。その時に、えー、ご家族と同伴される日本人の方がね、 いらっしゃるようでしたら入国連一緒に通過することで早めにですねあのまあ、これ、えー、通り抜けることができる可能性が出てくるようです特に小さなお子さんお年寄り体が不自由な方との渡航の際は優先レーンの存在も現地のね係員の方に聞かれるということをねやっておいて損はないんだと思いますあとはあこの何回もね日本に入国をするよという短期渡航の外国籍の方に関しては TTP トラスティッドトラベラープログラムなるものが提供されています かららここちらをねね登録しておくととも一つ、ね、手段なんだと思いますそして、これらの件、実は日本人にも影響が生じていたということで、我々もですね、ちょっと気を引き締めながら、このね、外国人入国ゲートが長蛇の列で横目で見ながらね、スーッと通り抜けるだけであれば、まあ、まだね、直接の影響はなさそうなんですけども、それでもね、荷物が出てくるのが遅いという事態にもなりか,なりかねませんから、このあたりもね、踏まえながら、空港の様子、皆さんとね、またウォッチをしていければと思います。 ということで本日は日本に到着をした後のですね空港問題入国連が長蛇の列ということで現場で起きていることと対策についてまとめをしてみました今日の情報が役立った興味深かったなという方はチャンネル登録をしてまた次回の動画でお会いしましょう大好きでした